皆さんこんにちは。インスパイアのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、マイナポイント事業のことについてお話ししたいと思います。今ね、なかなかちょっとキャッシュレスとか、まあ、先のことを考える余裕がなくて、ね、なかなか大変な状況になってるんですけど、一応ですね、新しい事業ということで、今年の4月からですね、マイナポイント事業っていうものが予算化されていることになっていますので、始まる予定になっています。ちょっとその辺の話からですね、まずしていきたいと思いますけど、こちらの方からご覧ください。どうぞ。はい、こちらはですね、マイナポイント事業のホームページの方になりますけど、ここの方を見ていきますとですね、こんな感じになっています。はい、4月の28日にですね、キャッシュレス決済サービスの登録状況を更新しましたっていうのが出てますので、ここでですね、新しい情報が更新されていますので、ちょっとこれ見ていきたいと思うんですけど、はい、ここにありますようにですね、4月の28日時点におけるキャッシュレス決済サービスの登録状況以下の通りですということで、今後の審査手続きにより変更される場合がありますというふうに書いていて、でシステム開発、疎通テストを含めでいいのかな、原則として2020年9月1日、遅くとも9月末までに対象サービスを開始できることを前提に、4月以降も決済事業者登録を実施されたい場合は、マイナポイント事業に問い合わせくださいということで、これ、9月1日に始まる予定になっているんだけど、もしかしたら9月末になるかもしれないということで、ちょっとね、こう匂わしてるんですよ。本当は9月1日だったんだけど、多分今バタバタしてて、もしかしたら遅れるかもしれないっていうことなんですけど、でも決済事業者の登録は、確かですね、2月末だったかな、で、締め切っているはずなんですけど、で、それが今回出てきてると思うんですが、まだ一応募集してるって出てるのも、多分きっとですね、バタバタしてるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、実はですね、今回は結構大きいんですよね。で、見てもらったら分かりますように、決済事業者がですね、たくさんね、このアイコンが出てるのは分かるんですけど、なぜこれが今回大きいかって話をね、ちょっとしますと、こんな感じになります。実は2月19日付に登録した時の決済事業者っていうのは、ここに出ている一覧のようになっていて、これ見るとですね、決済業者に登録されているのは、QR コード決済の会社、サービスと、電子マネーの会社のこの2つしかなくて、クレジットカードがなかったんですよ。なので、クレジットカードは今回は外されるんじゃないかということを僕も言っていたんですけど、どうもですね、この情報がギリギリになって滑り込んだっぽいんですよね。で、増えました。で、ちょっと見てもらうと、こんな感じになりました。はい、これね、これ2月19日付がこうだった。あ、3月末の受付って書いてますね。だったんですけど、これがですね、じゃんという形で、増えまして、で、なんと一番右側にありますように、クレジットカード会社が今回増えたわけですよ。さらに QR と電子マネーの会社も増えましたので、ちょっとこの辺をですね、比較して見ていきたいと思うんですけど、まずね、QR コード決済。ここに関して言えば、まず PayPay、LINEPay、MelPay、D 払い、auPay、楽天 Pay。まあ、ここまでは前回もありましたね。さらに、ここ、ファミペイまでありましたけど、これに加えて、ゆうちょペイが追加になりました。で、なぜね、こういうような、ちょっとね、並びを変えたかっていうと、この上の8つがですね、マイナポイント事業にも登録されていて、かつ、JPQR 事業にも登録されているものが、この8つですね、になります。で、この下、前回もありました、この J コインペイとリソナウォレットっていうのももちろん今回入ってるんですけど、それに加えまして、キャッシュですね。これキャッシュはちょっと QR コード決済じゃないんですけど、ちょっと入れるとこがね、難しかったのでここに入れましたが、キャッシュと、そしてハマペイですね。これが追加になりました。これ横浜銀行でしたっけ、ですけど、この QR コード決済ということで、2、4、6、12社になりました。で、電子マネーの方は、前回ね、まあまあね、主だったとこ、エディ、スイカ、ワオン、ナナコって追加になってたんだけど、ただスイカだけがなってるのがちょっと心配だねっていうふうに言ってたんですけど、今回開けてみましたら、はい、さっきのワオン、ナナコ、エディに続きまして、スイカ、
に加えて、はい、イコか、キタか、トイか、スオかという形で、ここまでかな、ここまで、マナカも入るかな、ここまでが、その、いわゆる、JR 系もしくは交通系の電子マネーということで、入ってきましたので、ここで交通系はほぼ OK ですね。そしてパスもまで来ました。で、あとね、これ、ペコマって書いてるもの、これはですね、セイコーマートというコンビニがあるんですけど、ここが出している、電子マネーですね、も OK だし、マジカですね、これはドン・キホーテですね、がやっている電子マネー、ここも OK です。あと、こっち側の右側は、まあ、なんか、なんとかかとかね、いろいろあるんですけど、まあ、夢カードの、これ、夢か、まあまああるかな。ありますけど、あとはまあそんなにね、大きいとか有名なとこでもないですけど、まあなどとに入れましたが、などが入ってますと。で、今回何よりもポイントなのは一番右側のですね、クレジットカードの会社が入ったということですね。はい、なんといっても楽天カードですね。で、これによって楽天は楽天ペイ、エディカードというふうに、3つまたいで全部あるということになりますね。これが結構大きいじゃないかなと思いますね。そして au ウォレットのクレジットカードですね。まあ、au ウォレットのクレジットカードは au ペイ作ったりするときにクレジットカードを作られたりもするんだけど、これも今回対応になっています。そして、三井住友カード、オリコカード、エポスカード、で、これイオンですね。イオンのカードかな。ここら辺がまあまあ、大きいところじゃないかなと思うんですけど、でもこれ以外に普通のね、例えばヤフーカードとか、もうないんですよね。だから、全然少ないですね。で、ここにありますように、リソナカードとか、エフカカードとかあるんですけど、あとはまあまあそんなに有名じゃないですが、こんな感じになっていますと。で、これが一応ね、表立った締め切りは3月末で終わってるはずなんだけど、まあ、今回いろいろ新型コロナウイルスの関係でバタバタしてるので、遅れるかもしれないけど、追加募集まだしてるような感じなんでしょう。ということで、クレジットカードがね、入ってきました。これが僕がずっと言ったマイナポイントでカードが入らないかもって言ってたものが崩れた形になりましたので、こうなるとですね、クレジットカードが使える決済端末の機械っていうのをお店が置いとかなきゃいけないって話になりますね。QR と電子マネーだけしか使えないようなものではダメだということになってきますけど、クレジットカードね、なので、まあ、例えばエアペイですとか、楽天ペイのいわゆる、マルチ決済の、サービスですねの、導入しておいた方がいいかもしれないですね。で、感じになっています。ではちょっともう一回戻りますけど、で、このような形でなっているんですが、で、この決済事業者番号ということで受付番号らしいんですが、これ順にね、こうバーッとこう出ているんですけど、これよく見るとですね、番号がね、歯抜けになってるんですよね。これ12345の後6が抜けていて、8も抜けたり10も抜けたりしてるんですね。で、これが前回はもっと歯抜けになっていたんだけど、今回ですね、ここが穴埋めされたものがあります。例えばこのイコカですね、西日本、JR 西日本ですね、これは前回には名前なかったんだけど、これも入ってるし、そして前回これがないから僕が、変なこと言ってしまいましたが、オリコカードとかエポスカードみたいなクレジットカードが前回名前なかったので、クレジットカードはね、ダメなんかなと思ってましたけど、今回認められたようで、追加になりましたので、入ってますが、それでもまだね、抜けているものがあるんですね。で、これ何なのかね。まあ、もしかしたら、あと1回ぐらい、この情報って更新されるかもしれないですね。ただ、これもう9月なので、始まるので、そこまでも増えないと思いますけど、あと1回ぐらいもしかしたらあるかもしれないですが、まあ、ほぼほぼ決まりなので、クレジットカードも全部じゃないけど、一部潜り込んだと。まあ、前回のですね、前回というか今もやっています、キャッシュレスポイント還元事業っていうのは、全部で昨日もお伝えしたように1105社になってますから、そのうちのもう1000社ぐらいはですね、クレジットカード会社だったんだけど、今回はカード会社で潜り込めたのはかなり少なくなっています。ってことを考えると、今回のマイナポイント事業っていうのは、2万円に対して5000ポイント還元っていうものがあるんだけど、この、
ポイント還元の仕方が購入時に還元するっていうものと、そしてチャージした時点に還元するっていうもの2つあるんですけど、この時の、もしかしたら手数料とかのね、ことがもしかしたら折り合いがつかなかったかもしれないです。で、今回の事業は正直言うとお店側は全く関係なくて、お店側は何もしなくても、お客さんがこの決済サービスを使えばそのポイントがもらえたりとか、チャージしたらもらえたりとかするものなので、ただお店は使ってもらえるようにするには自分とこが決済端末置いてないと使ってもらえないので、お客さんが使えるとこにねポイントあるから行ってしまったら来てくれないので、対応する必要あるんだけど、お店の準備は一切いりません。ということはこの決済業者と国との契約の中で手数料がどういうふうになってるかっていう話ですよね。で、この条件が、うまく受けられないと導入できないんじゃないかな。だからこれ完全に店側の負担はねないのかって言ったら、でも実際決済するわけですからね、手数料の話が出てくるので、でそれは今までの手数料の考え方ではなくて通常に戻りますから、だからいくらの手数料になるかによりますよね。そうするとクレジットカードが入ってくるとですね、手数料の面で 5% とか 7% とかになると困る話になるので、まあ、この辺がですね今後、どういうふうなことになるか分かりませんけど、現時点ではここまでのことが分かっています。で、今回の事業をですね、ポイントになるのはそのまさにポイントなんですね。この付与するポイントっていうのがここに名前出てますように、オリコポイントとかね、JRE ポイントとか、ポイントの名前が出てるんだけど、これでね、例えば2万円に対して5000ポイントとか、2万円買ったら5000ポイント、もらえるみたいなことになるわけですね。ということはポイント事業っていうのをやっていないと今回のこの事業に参加できないっていうことになるわけですね。で、今度はこれをですね、ここはずっとこう一覧になってるんですけど、ここをですね、ちょっとポイントでちょっとまとめてみました。それが私の今日のブログなんですけど、これポイントで相当しているので、まあ、例えば au であれば au ウォレットですね、になりますが、あとまあ、ドコモだったら d ポイントとかなるんですけど、ここでね、大事になってくるのは、ここなんですよね。一つが、ここにね、わーっと同じものがいっぱい並んでるのあるんだけど、ワールドプレゼントっていうのがあるんですが、これはどうもこう見ていると、例えばリソナーとか、北斗銀行とか岩銀とかで書いてるように、銀行が発行しているクレジットカードの中に、どうもこのワールドプレゼントっていうポイントで共通ポイントを作ってるっぽいんですね。だから、この銀行ごとで同じポイントになるので、まあ、ここら辺が一括りになるっていうことが結構大事ですので、ちょっと覚えておいてください。あとですね、楽天。楽天はですね、今回、楽天カードと楽天ペイメントですね、いわゆる楽天ペイ。これは同様の楽天ポイントっていう形で、共通ポイントになっているんですけど、これ以外に、エディの方は別になってます。エディ出てくるかな。エディの方は、ポイントはエディになってるので、ここはね、今のところ別になってます。これもね、共通になるんじゃないかって話がありますから、今後は共通される可能性もありますけど、現時点では分かれています。あとは、そうですね、何があれかな。リソナかな。リソナも多分同じ。リソナポイントって形で、ここにありますように、リソナ銀行、埼玉リソナ銀行とか、関西未来銀行、これは全部リソナポイントって形で、統合される予定になっているっていうことですね。で、今回ですね、一社だけ、はい、一番下にありますように、この福大百貨店さんだけが、今回撤退しているようです。名前が消えていましたということで、まあ、百貨店業界も今大変ですからね、もしかしたらそういう事情があって、途中で降りたのかもしれませんけど、降りたかどうか分かりませんが、名前が今回消えていたということで、福田百貨店っていうのがありました。はい、ということでですね、この
マイナポイント事業っていうのがいよいよ始まりまして、このことがですね、表向きになってきましたので、今後ですね、また状況変わり次第ですね、マイナポイントについても話をしていきたいと思いますので、ぜひですね、また、チェックしていただければなと思っています。なかなかね、今大変な状況の中で、今回、10万円もらうときにね、マイナンバーっていうのが出てくるから、これマイナンバーで発行すればマイナポイントに移行することも簡単になるので、ちょっとね、注目しておいた方がいいんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、ウォッチしてみてください。インスパイアのことでした。ありがとうございました。バイバイ。